皆さんこんにちは。今日は日本のトレンドのなぜなぜを教えていくよ。なぜなぜ。これはまず大切なのはぶりっ子をすることです。みんなぶりっ子って意味わかるかな？ぶりっ子はつまり可愛い子のふりをするってこと。で、最後になぜなぜを言うときにはちゃんとこの手をつけて言ってね。じゃあ私がやってみるよ。こんなに可愛いのに彼氏がいないの。なぜなぜ？こんな感じでやってみてね。あ、ゆあさんだ。ゆあさん。今何してますか？仕事でしょ。最近流行りのなぜなぜって知ってますか？まあ知ってるけど。TikTok でよくやってる。そう。それやってもらってもいいですか？俺が？はい。俺がやんの？そうです。いやちょっと嫌だな。なんでですか？いいじゃないですか。お願いしますよ。一回だけね。はい。お願いします。こんなかっこいいのに彼女がいないの。なぜなぜ。